皆様こんにちは、絶望ライン校でございます。私は38歳独身、工場にて非正規ライン作業員をやっております。本日は私の人生の評価額給与明細をご覧いただきたいと思います。人は隠されたものが見たい生き物です。壁で隠せば中が見たい、服で隠せば羅針が見たい、隠蔽されれば真実が知りたい。給与明細は隠されるべき存在、皆様が興味を持たれるのも当然です。私の動画について様々な考察がされておりますが、どのような捉え方でも受け取り側の自由だと思っております。給与明細についてもいろいろと捉え方があるかと思いますが、一つご留意いただきたいのは、給与明細を偽造することは社会的にリスキーな行為であり、私はそれを行うパンクロック精神を持ち合わせておりません。前置きが長くなりましたが、人生の答え合わせ、社会からの評価額、大人の通知表たる給与明細、人々がひた隠すその残酷な目視録を解くとご覧あれ。令和3年8月の給与明細になります。4級が20万円、運転手当2000円に通勤手当、残業不就労はなく、総支給額はこんな感じです。健康保険に食事料が引かれます。この食事というのはお昼に喫食しております卵屋のお弁当で、1食470円で極上のアバンチュールを楽しませてくれます。今週は秋の味覚ウィークスペシャルメニューです。月曜日からいきなり松茸ご飯です。酒と醤油の香り、そして松茸、いい香りがいたします。サンマ塩焼き、卵焼き、鶏天ぷら、香のものにきゅうり一夜漬け、卵や絹豆腐、黒豆酢の物、贅沢の極みです。これで470円とは信じられません。翌日はハンバーグ弁当です。大きな目玉焼きがつきます。ハンバーグに加え白身フライまで、どこまで我々を魅了する気なのか卵屋さん。ハンバーグはキノコの赤ワインソース、感動いたしました。水曜日は北海道名物秋鮭のちゃんちゃん焼きです。鮭と野菜を味噌で甘く焼いた料理です。これはイカの天ぷらじゃないか。ソーデゲソ、そして葉唐辛子、ゼンマイ、田舎に白飯、工場にいながら心は網走監獄です。木曜日はチキンと秋野菜のカチャトーラ、国民に大人気のカチャトーラです。納税の義務、勤労の義務、そしてカチャトーラ。サーマッチポイント、サーブ券はカチャトーラ。フィナーレを飾るのは日本の心、栗ご飯です。ほっくりと炊けております。がんもと野菜の鬼しめ、牛しぐれに、
サバ塩焼き日のいずる国の始まりです。天下富舞、なめこと大根おろしがさっぱりとした清涼感をもたらします。玉川さん、素晴らしい5日間でした。本当にありがとうございました。そのような経緯もあり、この食事量は削れない心の楽しみです。あとはもろもろ生存税などを引かれ、4万円が控除されます。21日働いて私の手取り額は16万8000円。そんな私の毎日は地獄の苦しみ。楽ではありませんが、仕事は好きで、先輩方も皆面白い方たちです。今のところ転職などは考えておりません。給与は低いですが、未経験で働き始めてまだ1年未満ですので、評価額としては妥当だと感じております。資格を取りつつ経験を積み、正社員を目指したいと考えております。これは絶望ライン犬のお出かけキャリートレーニングの様子です。ありがたいことに先月から大変多くの方にご視聴いただいており、 Google AdSense より広告料をいただけることになりました。嬉しい出来事ですが、人生の航路を変更するとは考えておりません。いつもと変わらない日常を送り、これからも淡々と絶望映像を皆様にお届けできればと考えております。彼女はキャリーに楽しい思い出しかないので勝手に入りますね。全然出てきませんね。トレーニングとは何なのか。働きながら動画を投稿するのはなかなか大変で、全然出てくる気ないですね。現状週に一度の投稿が限界ですが、こちらも無理せず続けていければと考えております。会社に YouTube 投稿がバレた場合、おそらく工場か動画かどちらかをやめなければならなくなる日が来るでしょう。いつか終わりが来るからこそ、当チャンネルを今この瞬間楽しんでいただきたい。私も全力で楽しんでおりますので、絶望ライン講チャンネルを引き続きよろしくお願い申し上げます。そしてここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。今日はいつになく真面目な内容なのね、ルパン。フージコちゃん、その通りだよ。